ダークセイバーです。今回は、変速二冠ってやっぱ今の時代だと出てこないの？に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。両手が短すぎるから馬にめっちゃ負担かかるし。桜花賞、NHK マイルは別に今の時代にも出てきてもおかしくないんですけどね。ラインクラフトが未だに原書にして唯一無二やんね。そもそもメリットがないような気がする。金亀は中山苦手説あったからサツキ行くより NHK の方が良かったかもしれんが。勝ち負け以前に変速二冠ローテをやる奴がおらん。ラインクラフト式の変速二冠ならいずれ出るかもわからんが。桜花賞、N 馬の変速二冠はそろそろ出てもいい気がするけど、グランデスラ逃すあたり結構厳しいんだろうな。NHK、ダービーにこだわらないなら桜花、NHK とかサツキ、周華とか距離を理由にしてそのローテ進むことはありえそうだが、そもそも G1 を2勝する時点で変速二冠とかどうとか差し置いて難しいねんな。どっちも牝馬しかできないやんか。やる意味がわからない。府中1600左回り、府中2400左回りと中山2000右回り、府中2400左回りなら、下の方を評価する人もいるでしょう。今の価値観では、桜花賞、距離適正考慮して NHK、強すぎるし府中得意そうだし府中2400も行ったろ、間隔1周余裕あるダービー出たろ、あるか？ボバはそれこそ松国市理論で主ボバ勝ちという理由があるけど、繁殖入りが楽な牝馬でそれやる理由あるかって言われるとないしな。桜花賞は皐月賞勝てる牝馬だったらそれだけで繁殖勝ちあるもんな。NHK マイル、ダービーに関しては20年前にやったんだから、単にメリットが小さくて廃れたってだけ。メリットはあるけどそれ以上にデメリットがでかすぎる印象。そもそもギムレットや金亀の時点ですでに競争寿命を犠牲にして主母馬勝ちを稼いでいるとの評だったわけで。松国ローテやったやつ大体足ぶっ壊れてんじゃん。そもそも1600メートルと2400メートル両方に適性がある馬がそうホイホイ出てこんのや。サツキダービーの2冠と NHK ダービーの2冠で主母馬勝ちに差出るもんなのかね。中2周の厳しいローテやりつつ1600から2400で勝てる証明になるのはまあそこそこでかそうではあるが。そもそもの松国ローテも松だし自身が壊れるリスクの方が怖くなってきたっていうくらいだし松国ローテはもう流行らんでしょ。金亀が主母馬として成功したから価値があるように見えてるけど実際ただ馬を壊すクソローテでしかないよね。昔は NHK 勝ち馬も名馬多くて出世レース感あったけど、近年はそれもないからまた価値観変わってる感じはある。府中1600から2400勝って終わる馬とクラシック2冠達成して秋以降も走れるって馬、どっちに期待がかかるかというと後者。あとは完全個人の感想だけど前者は東京後者大箱左回り戦闘燃えてしまう。一応今年で言うとゴンバでカーブースが NHK マイルカップ、ダービーをやる可能性がないでもないけど、これって何事もなけりゃ普通にサツキ出てただろうから単に間に合わんかったって事故でしかないからな。想定の体で話しているという前提をそばに置いて考えたら、俺多分病み上がりにそんなローテ組むなってボロッカス言う気がするわ。ダノンシャンティがダービー前に骨折してからやらなくなったよね松国ローテ。NHK、ダービー連勝して壊れないままコバ相手にもやり合えるなら勝ちの上積みと言われても納得できるが、そこで壊れるなら未来を犠牲にしてるだけと言われるのもしょうがないような。NHK マイルでもダービーでも同条件の G1 がコバでもあるわけだしなおさら焦る理由ないんじゃね。桜花賞、NHK マイルならいずれ出る牝馬がいるかもしれないけど、今の時代でサツキ、NHK マイル、日本ダービーをやる理由がない。ボバでやるならサツキ取った時点で自走は日本ダービー行って2冠取りに行った方がいいし NHK マイルから。日本ダービーは感覚きつすぎて自ら勝ち筋消してるようなものなのでよほど頑丈かつマイル適正と2400走れるタフさがないと無理や。あとコバで活躍するダービーが出やすいので消耗する必要もない。でもこのローテやって別に壊れずに何年も経ってから G1 取った馬がもっとずっと後の時代にいますよね。レインボーラインって言うんですけど。でもそいつ初 G1 取った瞬間に足やって引退したやん。2年も経ってるしさすがに3歳児のローテは無関係で単に長距離に連続で後ろから5足使ったのに耐えられんかっただけでは。サツキ勝ってないけどジャンタルマンタルとかは NHK マイル行くんかね。勝ち切ったのがぶっ壊れた金亀と小馬未勝利のプスカだけだろ。主母馬勝ち全振りローテなのに後者は主母馬としてもパッとしなかったしリスクに対してリターンが怪しすぎる。そして菊花賞トライアルこと神戸新聞杯に失走して勝利後に落日を迎えてるんだよな。主母馬で成功するかはサンプル少なすぎてわかんねえよ。
じゃあ 50% でリーディング級が出てくるかって言ったら絶対違う。守護場なんてほぼ失敗するのに2分の1でリーディングサヤーとかむしろ超高確率やんってなっちゃうわな。最近やったのがバスラットレオンとタイムツヘブンとマテンローオリオンだろ。別に壊れてる印象ないな。惨敗と勝利、前線じゃ負担の違いがあるんじゃないの。バスラットレオン言うほど NHK マイルを走ったか？まあまあ長い距離走ってただろ。ジョギング程度の速度でだけど。NHK マイル、ダービーよりも NHK マイル、安田記念連勝の方が先に出てきそう。だから NHK マイル、ダービーのローテは廃れたんだよ。今の G1 トップ層が G2 走らないから年間8勝が生まれないのと同じ。おうか、安田は70年以上前にやってるやついるから普通に出てきそうだな。金亀とかそっちの方じゃなくて時津風みたいなクラシック変速2冠だったら割とできそうな気がするけどな。皐月賞かけるオークスか桜花賞かけるダービーあたりならありえなくもないライン。2桁着になってるようやつ出して壊れてないわ。そらそうやろ。壊れるほど走れてないんだから。俺未来人だけど皐月、NHK、秋華賞を達成した馬ならいたよ。プスカはダート守護場と気づかれるのが遅かったな。ディープスカイのダート活躍場は全て種付け量高かったダーレイ時代のもので、ダート活躍でちょっと種付け数回復したイースト時代の100頭ほどは全く走ってない。結局安いダート軽食から走る馬出せてない以上ダート守護場としても無理だよ。純粋に守護場能力が低い。ボバの方も牝馬の方も最近は勝ってるの見ないな。牝馬はローテにチャレンジしようとする馬は多いけどみんなどっちか落としてる感ある。一応ジャスタウェイが完走した上で大きな故障はなく引退できたケウナレイでオルゾだからなんだだが。あいつはあれプラス AU ローテやって怪我引退じゃないからすげえわ。浅草キングスとか言うなぞ。3歳引退覚悟。勝ったのはディープスカイだけだがマテンローオリオンでもやったし、アレンジャーが NHK マイルで賞金積んだら多分ダービーも出てくるだろ。路線がしっかり分かれれば今後勝ちが復活するとは思うけど、シンプルに今の NHK マイルに対した勝ちはないじゃん。松国に松国ローテを辞めさせるきっかけになっただノンシャンテ。その後もあかんかったし守護場としてもスマートオービンが後継になったけどだいぶ微妙。そもそもクラシックの価値が高いから出てどうすんのってのもある。変速ローテで珍しいだけで正直 NHK に対した価値がない。まあ正論言うとなんでやらないの。それをやる意味が薄いからになっちゃうな。ボバならダービー狙えるなら普通はサツキダービーのローテかダービー一本のローテ組むもんね。今はあんまり使い込む時代じゃない。ジオグリフみたいな絶対ダービー長いだろみたいなやつならサツキ NHK もありえるのかなとも思うけど、やるかと言われるとやんねえよなぁとも思う。というかマイルでもやれる性能を証明したいなら朝日杯に間に合わせろで終わる。そこまで無事に走れたらになるがコバマイルもあるしな。府中 G1 を短期間にまとめて取って勝つ故障を理由に3歳で守護場になって世代も稼げる完璧なプランなのに。馬主、ふざけんな。松国ローテの地味な欠陥って故障しやすいからできるだけ走らせようとする日本の文化と合ってないとこもあるよな。達成した場合馬主から見たらせっかくモテた強い馬の活躍をもっと見たいと願うのが人情なわけで。NHK マイル、ダービー、秋天の変速3冠はなんだかんだベラボーに評価されそう。マイルなくても十分。くくく。スワーブリチャードが安田記念走った時ですら賛否両論だったし。ダービー馬になってから宝塚じゃなくて安田記念走らせるのは勇気いるだろうな。え？宝塚と安田両方走れ？今そういう時代じゃないんで。皐月賞馬のマイル挑戦は割と気軽にやるのにダービー馬は完全に落ちぶれるまで許されない風潮あるよね。レイワンアンドオンリー、ワグネリアン。他も取れてたらともかくダービー単冠だとマイルは距離足りなくない？ってなる。マイル G1 取ってるオドウスラターフはもう距離足りないのでは？って疑われてたし、皐月賞は単冠だとそれ以上は長いんだなって判定になるし、まず歴史的にいい短距離馬を出してるのもでかい。実際は近年のダービー馬は一度も1600メートルを走ってすらない方が圧倒的多数派なので、そもそもダービー馬がマイルを勝つことで守護馬価値が上がると思ってるのが松国くらい説もある。